本日は球界のピッコロ森本ひちょりをご紹介します。初めて出場したテコンドーの大会で全国制覇するほど高い身体能力を持っていた彼は、中学までサッカーと野球の二足のわらじでしたが、東京ヴェルディユースの入団テストに落ち野球一本に絞ります。名門帝京高校に進学すると3年夏に甲子園出場、和田剛からホームランを放つなど活躍し、1998年ドラフト4位で日本ハムに入団します。しばらくダイソー守備要員でしたが、2006年にレフト坪への故障によりレギュラーを奪取し、レフト森本、センター新庄、ライト稲葉のレッドクリフ完成、3人揃って外野のゴールデングラブを独占すると、そのままチームはリーグ優勝日本一に輝きました。翌シーズンは引退した新庄の背番号1を受け継ぎ、不動の1番として全試合出場、初の打率3割を達成し2年連続リーグ優勝に貢献します。その後度重なる怪我に苦しんだピッコロは、センズでは手に負えなくなったと判断し2015年に引退しました。